呼び方でございますが、團十郎でよろしくお願いします。お稽古の段階でございましたが、このこちらで書かせていただいたのが2回目ということで、1回目はどうしても娘が欲しいということで娘にあげまして、2つ目はこちらに納めさせていただきます。もともとこの市川團十郎家と申しますのは、初代市川團十郎という人間が團十郎というものをもう荒事ということでこう起こしました。で、2代目市川團十郎がその團十郎初代の芸を受け継ぐ際に、まあ、團十郎を名乗るわけですけれども、その折に俳名という今でいうニックネームみたいなものがございました。5代目市川團十郎が襲名する折に、私は父や祖父には到底及ばないということで、その文字を使わずに白い猿という字を使い始めました。それからの歴史が白い猿という方にはございます。私もやはり5代目市川團十郎と同じように、父や祖父の足元にまだまだ及ばぬというような思いがございますので、この度は市川團十郎という名跡のところに白猿ということをお付けさせていただきまして、まだまだこれから頑張っていきたいというような自分への気持ちも含めまして、このような白猿ということをお付けさせていただきました。團十郎になりましても、古典の継承を第一に考えながら新しいこともやっていくことが團十郎としての、まあ、家風でございますので、どうしても戦後の方々がご覧になると古いものを守ってればよいというような考え方もございますが、そればかりではならんというような私は決意と覚悟でございます。もう変化だらけでございます。子供の頃自分も無我夢中でやり尽くしていてもなんていうことはございませんでしたが、35あたりから思いっきり舞台を務めさせていただきますと、次の日にあれと重たいぞということは多々ございます。日々、まあSNS を見てくださっている方はのんきにやってるだろうなというふうにご覧になる方も多いと思いますが、そうではない部分では本当に必死に日々勤めさせていただいております。ここで何かこうインスタグラムを上げてるからといって、そこで何か好きになってもらおうとか好感度を上げたいなんてことは私は思っておりません。日常のまあ人場面をまあ切り抜いてるだけのことでございますので、それで何かをしようというようなことではないので、まあ日々コツコツと積み重ねていることを投稿しているということで、まあそれにまあ嘘偽りないので、まあ、そのまま見ていただければと思います。團十郎でよろしくお願いします。